はい。では、早速ですけども、えー、質問。ゲーについて教えてください。えー、チニングやって、シーバスや根魚やフラットは、普通に混ざるんですが、これもミゲーじゃないでしょうか。ですね。チニングやってる方ですね。で、シーバスや根魚はフラットが普通に混ざるですけど、んですが、これもミゲーじゃないでしょうか。というご質問。えー、文章続くんですが、 一般的にはマダイやキジハタをライトメなタックルで狙うのをミドゲーという傾向があるように感じますが、その辺のシ、うん、和から気軽にいろんな魚が安定して釣れるエリアに住んでいる人はあまり多くないと思うのです。そう考えるとミドゲー専用ロッドって必要なのでしょうか、えー、スピニングならグリッサンド、ベイトならガリンペイルでいい,いいのではというようなご質問です。 なかなかね、あの、いいご質問だと思うんですよ、すごく。えー、というのも、ね、ミドゲー、ミドルゲームという概念がね、えー、完全に定着しきってるわけじゃないので、えー、どうしてもね、この辺が、あの、まだ、曖昧模倣とした感じ、ってとこかな。うん、だと思います。ええー、まあ、確かに、えー、この方がおっしゃるようにですね、ないとまだいい、 ナイト・キジハタを同時に狙うようなその瀬戸内特有の釣り方をも、が元々はミドルゲームというふうに名前がついてるんです。うん。で、僕がですね、思ってるのはこのミドルゲームを瀬戸内のナイト・マダイ、ナイト・キジハタに押し込めちゃうのはもったいない。というのが一つ。ね。もう一つはね、ミドルゲームで魚種を絞っちゃいけないでしょう。 ののが僕の考え、うん、もったいないなと。これはなぜなら、えー、俗に今までその僕たちがやってきた釣りはライトゲームっていうじゃないですか。ライトゲームに比較してのミドルゲームという認識なんですよ、僕は。うん。ライトゲームって業種決まってないよね。うん。まあ、最初はメバリングですよ。ライトゲームのある種中心に来てた釣りがね。で、それから、 5年、7年遅れぐらいでアジングというふうにね、僕たちを開拓してきたわけなんだけども。で、メバリング、アジングを代表とするのがライトゲームですけど、これはだってさ、メバリング、アジングって決まってないよね、ライトゲームってな。うん。だって、メバルを釣り組んだったらメバリングだし、アジ釣り組んだったらアジングなので、これを一括りにしてライトゲームって呼んでるわけですから、ミドルゲーム、ミドゲーの場合もね、 大筋においてはそういう捉え方をしてほしいんですよ。ミドルゲームの中にチニングもあります。ね。例えば、生後釣りだってミドルゲームです。うん。ね。それから、小旗釣りだってミドルゲームです。えー、ってよくわかんねえ。じゃあ、ライトとミドル何が違うのこれは、えー、ライトゲームがですね、近年、円以化したから、ミドルゲームという、 分類を新たに設けないとイメージつかないよねっていうところがね、あるんです。具体的に言うとね、じゃあライトゲームやってる皆さんに、えー、平均的な糸、釣り糸の強さは、えー、モノフィラメントで言うなら何本で使ってますかって話ですよ。例えばエステルでもいいですし、フローロカーボンでもいいですし、ナイロンでもいいですよ。何本の糸使ってますかって聞くと、えー、昨今、ゴースで言うとね、 モノフィラメントの0.5号以下がほとんどです。0.3号とか0.4号とか。ね。うん。で、おおむね1号で4ポンドですから、2ポンドを下回るラインを使ってる方が多い。で、強くてもだいたい2ポンドまで。2.5ポンド、3ポンド、4ポンドはね、あの、メバルのでっかいの狙うような人しか使ってないっていう傾向にあると思うんです。 じゃ、今度はね、扱うルアーのウェイト。まあ、ジグエイトで言いますよ。うん。これね、やっぱりアジングがね、あのー、素晴らしく全国的に普及したおかげで出てきたライトゲームの概念がね、ぶんこう、細い方を軽い方をちっちゃい方にいっちゃってるから、こうなったわけです。もともとじゃないの。もともとの、まだアジングを僕たちが研究中で、世の中にアジングという言葉もなくて、 えー、カサゴとかメバルとかね、えー、まあ、チヌとか、そのあたりを中心にライやってたライトゲームっていうのは、普通に一号使ってたんですよ。で、フロロの一号はゴワゴワして、ボワってなっちゃうから、ナイロンがいいよね、みたいな時代があったんです。ところが、今ライトゲームでイメージする糸の太さは大体0.55、0.35、0.45、0.55ね。で、結ぶチグヘッドの上とか、 うん。なかなかね、2g 以上を使う人が少ない時代になってます。これ、釣り大会とかやって聞くと、今、ボックスの中にジグエッド一番重たいの何 g ですかって聞くと、だいたい 2.5g が限界ぐらいになってる、上が。<laughs> 3、4、5持ってる人はほとんどいないのよね。えー、メタルジグでも同じだよね。2g、3g ぐらいまでは持ってるんだけど、5、7、10ぐらいのメタルジグを持ってる方はほとんどいないんですよ。ライトゲームで。僕なんかが、 メタルジグでメバリングをやってる時は20グラムぐらいまで持ってたからね。だいたい下が5が多かったかな、僕は。4か5ですよ。1とか2とかはまあ、あの、1とか2だったらジグヘッドにワームでいいじゃんって考えが当時僕の中にあった。今は違うよ。今はあのマイクロジグっていうのがあるから1、1グラム2グラムのジグも面白いなと思うけども、 やっぱりね、そのメタルジグで釣る面白さがやっぱり3を切っていくとうんちょっと損なわれちゃう感じがあったのね、うん、なので、えー、当時もライトゲームで僕が持って歩いてるのは357101520まで持って歩いてたはいじわっと分かってきましたうんで結ぶルアーの今重さの話してたよね 糸のの強さ、さ結ぶルアーの重さで次は結ぶルアーの大きさがあるよね。あまあ、この10年僕ずっと言い続けてきてるんだけどメバルをワームでも一緒だけどプラグでもその皆さん使ってるプラグがルアーがちょっと小さすぎませんかっていう、ね、もっと大きくても釣れますよ、うん、というよりもっと大きい方がいい時もたくさんありますよ。もちろん小さい方がいい時もある。でもね 僕自身の、えー、経験ではもう何,、ね、何十年もジめばル追っかけてるわけですよ。50年近くね。その経験から言うと、ルアーはね、いつでも小さくできるんだよ。いつでも。でも大きくする方にはね、なかなか人間いかないの。だから、エサやルアー大きい方がいい釣りができるよっていうチャンスをね、すごく逃してると思います。 僕周りを見てて、ああ、もったいねえな。うん。これらを含めて、はい、整理します。ライトゲームの概念が小さく、細く、軽くなっちゃってて、本来、ライトゲームで使ってたこのゾーンがイメージできなくなっちゃった。そういう時代に入ってると。まあ、それはそれでいいじゃん。それはそれでいいんですけど、うん。じゃあ、5グラムとか7グラムとかの釣りを説明するときに呼び名がなくなっちゃった。 ライトゲームなのに、呼び名がなくなっちゃったの。あの、イメージができないの。皆さんがね。レオさんここ、ここでこうなんですけど、どうなんでしょうっていう。ああ、それだったらだいた5グラム、7グラムぐらいを用意して、うん、PE もね、08ぐらい組んでた方がいいね。リーダーは2.55ぐらいがいいかな、つったら、それライトゲームじゃないですよね。みたいな言い方をね、実際にされるわけですよ。そこへ、広島から始まった、 ミドルゲームという概念がスポーンと落ちてきたわけ。だから思ったらこれだよ。ね、僕のこの10年から15年ぐらいのアングリングソルトでのロケのアーカイブをね、ずーっと見てもらったらわかります。メバリングの季節が終わって、5月ぐらいから僕が何してるかって言ったら、よくよく見るとあれ全部ミドルゲームだよね。<laughs> 僕が5月からまたアジがね、あの、アジ釣りが面白くなる。 9月半ばぐらいまでずっとやってる、えー、特にデイゲームで公安部のランガンゲームっていうのは、だいたい 10g とか 15g しか使わない。あれが結果的にミドルゲームだったので、えー、広島からミドルゲームというね、概念がこう出た時にこう、僕ピンと来たの、ね、これはライトゲームに比較してのミドルゲームという枠を作らないといけない時代に入ったな。うん。そうすればね、あの、タックル立てがポンとイメージ浮かぶわけ。 さっきライトゲームタックルだと言いましたね。大体、えー、PE にしても、PE は解くんだよね。補足と強いから、0.15とか0.25、0.35でライトゲームやる人多いよね。じゃあミドルゲームは、うん。だからライトの上だから、0.45、0.55、0.65、0.85。この辺がミドルゲームの PE ラインのメインだよね。って分かりやすいでしょ。で、リーダーも、 ね、フロールリーダー組むときにだいたい1号、1.5号ぐらいのリーダーが多いよね。ライトゲームだと。まあ、一番太くて1.75号なんていうのがあるけどね。あの、深瀬用のね。もう2号を使う人は、まあ、少ないんじゃないかなと比較的。まあ、して2.5号って言ったらほぼライトゲームの場合はゼロに近くなると思う。じゃあミドルゲームで使うリーダー合わせたらその辺に来るわけですよ。だってキジハタマダイを 広島のミドルゲームなんか狙うし、別に広島の内藤ミドルじゃなくても、例えば僕なんかがずっとやってたのはな、えー、九州、長崎とかね、鹿児島とか、うん、エギングロットクラスを持って、PE の0ゼロ6か08入れて、リーダー何号って言ったら、だいたい3号、4号組んでたの。だってガチャガチャのところへ、昼間、リーグを放り込んでやるから。東北行っても一緒でしょ。 北海道でもそうだよね。僕、北海道に粒行った時には、あの、ライト目のエギングロットだもん。で、これね、P がね、リ,リアルディスティックスの0 5号か0 6号だったと思う。約15ポンドぐらいある強い糸だよね。これね、リーダーがね、えー、3号か4号。で、何釣ったかて言ったら、あの、一番いい時間帯は、50センチくらいのアイナメを、 えー、連続6本7本ぐらい連発させた。ええー、とね、まだメタル丸がね、出来上がったばっかりの子がね、メタル丸を投げて、えー、五眼疑案に、平行に。で、着水から、ちょっとまん置いて、邪悪しながらこうメタル丸前いと、ドーンとってくるん、ね、全部50センチぐらいのアイナ目でした。これもミドルゲームでしょ。よくよく考えるとミドルゲームなんですよ。でね、あのー、メパリング、アジングって、 あの、こだわらなければ、特に昼の釣りを沖縄から北海道までのエリアで考えると、えー、もともとはライトゲームなんですよ。もともとはライトゲームの範疇だったの釣りが、えー、そういう釣りなわけ。うん。えー、モノフィラメントで言うならもう1号。ね、フロルはさっき言ったようにスピニングに、スピニングリールに1号以上巻くとゴワーになっちゃうから、まあナイロンで言うなら、まあ2号ぐらいまで使うわけですよ。 もともと、ライトゲームっていうのは、でも、もう今のライトゲームじゃそれ響かないので、そこへミドルゲームという概念をはめたのであって、ね。<laughs> だから、質問者の方は、まだその辺をね、あのー、なんて言うんだろうな、まあ、公式な文章もないし、ちょっとピンときてないかなと思うんですけど、僕が思う、うん、ミドルゲームっていうのはね、えー、そういう概念なんです。で、えー、最近ね、本を出したばっかりだよね。 これこれがまさしくそういったことが書いてあるのうんで、えー、もっと釣れる海ルアーのすごい法則まあこれはね僕が付けたタイトルじゃないからね言っとくけどね僕はもっとあのアカデミックな書き方をしてるんですけどうんほら ライトゲームに続くミドルゲームという新しい概念。はい。で、えー、どういうこと、新しい戦略だな。で、まあ、使う道具はこんなんだよ。で、結構重たいものも使うよとかね。えー、業種も様々、フィールドも様々。当たり前だよね。要するにね、もっとあり手に平たく言うと普通の岸釣りですよ。普通の岸釣り。 ただ、アジングメバリングって魚種絞ってるわけじゃないから、こんなでっかいのも来たりする。ね。このでっかいのを取ろうとすると、えー、現代のライトゲームタックルではなかなか厳しいよねっていうことになっちゃうでしょうん。そんなことがね、えー、こういう、強日実力もそうだよね。これご、僕は50オーバーで狙っていった時なんですけど、この時の PE が0.55で、ね、リーダー3号です。ね。アジングじゃないよね。 うん、これはね、夜が明けて、うさ明るくなった時間、えー、一晩中、アジングやって、えー、朝、夜が明けてから、ここからね、ライトジギングをやってるんですよ、で、この時投げてるメタルジグがに、えー、25グ、うん、ラム、今の来年のライトゲームタックルじゃ、ね、投げられないよね。うんはい まあまあ、えっ、ー、と、そういったことがね、改めてここにぎっしり書いたんです。で、質問者の方ね、もし、あの、アーカイブでこれ、えー、見られたらですね、ぜひ、あの、どういったことが書いたのかもね、見ていただけたらね、あの、よりいいかなと思います。うん。ということで、質問の中にあったのが、えー、専用ロットいらないんじゃないかという考え方ですけど、そうはならないでしょ。決してね。 うん例えば僕はもうこんなことはね15年ぐらい前にもう必要自分自身が必要性を持ってて予見もしてたのであの当時ブリーデンさんにお願いしてどんな差を作ったかですよまずねっあの時代にミドルゲームロッドですってったって誰もピンとこないよねでも僕は必要だから作ったのが、えー、85P スペシャルと 93P スペシャルという2本です で、これを世に出した時に触った人たちはみんな驚かれましたね。これ、ティップの繊細なシーバスロットじゃないかって言われた。うん。だってそうよ。だってシーバスかかっちゃうもん。僕なんか普通に、えっ、ー、と、岸釣りしてたら、もうひ、ひらすずきの八条馬なんて何回かあるからね。丸どころか平で。圧倒的に強いし、最後まで暴れるからね、平は。 そんなものを取ろうとしたらね、やっぱり最低でも PE0506 リーダー3545は必要でしょで、細い竿じゃもう勝負できないね、パワーないから。だからそういう釣りをするとき用の竿、えー、としてと、もうずっと欲しかった。で、そこ、それまでの概念ので作られてたメバルロットじゃね、あの、立ち打ちできないの、ね、よ、そういう釣りはね。だから PE スペシャルっていうのをね、85932本作ってもらいましたし。で、えー、なんならも ちょっと太いのも欲しいよね。質問者の方が言われてるように、グリスサンド77なんてね、まさしくミドルゲームど真ん中な感じがするね、僕はね。ど真ん中。うん。だから全然いいんじゃないですか。グリスサンド7772を使ったミドルゲームでいいんです。だけど、一つ言っておかなくちゃいけないことがある、えー。インクスレーベルフィールドスタッフ、ね、オフィシャルスタッフ、広島在住の橋本雄介と、 やつのお友達たちが、えー、ミドルゲ、ミドルゲームという名付けたわけ。ナイトマダイ、瀬戸内のナイトマダイ、テイーブルからやる。これはね、同じミドルゲームの中でもね、ちょっととんがった釣りなのよ、えー。それはね、5グラムから10グラムまでのジグエット使うの。10グラム以上はほとんど使わないの。なぜなら、10グラム以上にすると、えー、釣りにくくなる。重くて、えー、うまくボトムチ 付近をこうドリフトできない、うん、うまく流れてくれないとマダイがうまく食ってくれない。流す必要がある。これはメバルでもアジでもね、流れのある場所では割合共通だよね。アップに放って、いるであろうレンジまで入れたらパンパンアクションかけてこう流れに乗せるとパッとくるよね。メバルなんか特有だよね。これはやっぱり流れのある場所では ええと、よほどのフィッシュイータ状態になってない限り、上流から流れてくる餌を待ってる状態なのね。味もメバルもね。うん。硫化、ええー、微生物みたいなものが餌。つまり網とかさ、カニの子とかエビの子とか、ね。ええー、いろんなものがあるわけ。イカの子とか。うん。硫化、浮遊生物が餌になってることが非常にあの、多いので、 うん。やっぱ流すということが大事になる。で、そういう餌を狙って夜、堤防の明かりがある場所に、なくても釣れるんだけど、まあ、より明かりがあった方が、あの餌が集まりやすいから、まだ生地頭集まりやすいという、こう、輪廻でね。そういうところで釣りをするときに、5グラムから10グラムのジグヘッドに、まあまあ、そうだな、2.3インチから2.5インチくらいの、 まあ、アジングワームよりはちょっと大きめ、えー、メバリングワームのちょっと大きい方のサイズくらいのワームを刺し,刺して、えー、本流の釣りになっちゃうので、まあ、30メーター、50メーターぐらいキャストして、水深が5メーターから15メーターのところへ落とし込んで、そこでボトムを取って、ボトムが取れたら、ふっと持ち上げて流す。で、またふっと持ち上げて流す。この繰り返しで釣る釣りなので、 例えば、グリッサンド77すごくいいサなんだけど、グリッサンド77で、うん、満足するかって言われるばね、これははっきり言ってノーです、うん。これ誤解のないように言っときたいんですけど、僕はグリッサンド77の大ファンだから、うん、どうしてもーピカしたいから、グリッサンド77コンビというね、えー、フィッシュイン限定で作ったぐらい好きなんです。だけど、それと、 えー、瀬戸内のナイトマダイナイトキジハタをやるミドルゲームとはまた別なのよ。そういう時は、メバルロットに近くって、えー、チヌロットとかバスロットぐらいのバットからベリーにかけてパワーのあるさを。で、5グラムを本流の流れの中で水深10メーター15でもボトムタッチ浮かす、その瞬間に魚がパッと、 まだ難しいからね、カンって言ったりするからね。あの、きちんと合わせないと、あの、かかんないからね。じゃあ、捉えないといけないじゃない。加えた瞬間をかつ、それを捉えられるような流れの中で、ちょっと浮かした状態で、えー、そのバイトを捉えられるようなティップって言ったら、どうしたってね、アジングロット、メバリングロット、同等、あるいはその中間ぐらいのティップは必要なんです。うん。ね。 だから、まあ、あの、専用ロッドって必要ないんじゃないか、という気持ちもわからなくはないけど、釣りってね、どんどん進化していくし、新しい釣り方が出てくるし、まあ、それに応じて、やっぱり一番こう、明確な、的確な、その釣りの釣り方に見合った道具っていうのは今後もどーっと出てきます。だからこれはまた別の話だから、必要に応じて、えー、いろんな層を使ってください。ただ、一つ言えるのは、ライトゲームよりも、 えー、ちょっと重たく、ちょっと長く、ちょっと大きく、ちょっと遠くへ、ちょっと深く。これがね、ミドルゲームのね、概念。相対的な概念としてね、考えてもらったら、ミドルゲームするようしたら、大体どんな道具、ラインセッティングがどうすればいいのか、どんなルアーを持っていけばいいのかっていうのがね、大体想像がつくと思いますで。ではまた、ね、何かご質問ください。あったら。